皆様ご機嫌よろしゅうございます。市川猿之助でございます。神頼みですからね、成功するのかしないのか。成功したらもうここの神社は信用するし、成功しなかったらもう神社が悪いということで、そんなことありませんよ。成功するように座中一等一丸となっていいものをこれから作り上げていくし、初日が相手からもやっぱり新作同様ですから、古典といっても古典の形式を借りた新作ですので、初日相手からも努力もしていこうということをね、神様に、生命様にお誓い申し上げました。はい、信用感謝、まあ、つまりとにかくお願い事というよりか、石が使ってやらせていただく、こういうお話をいただいたの、それがすでにもうありがたいことですから、まずは感謝申し上げて、ありがとうございます。ね、今回もお参りさせていただきました、出演者で、絵馬も奉納させていただきましたと。まずは感謝をしてから、そこから物事が始まるということですね。はい。ね、10年前やった時は、新作歌舞伎という形で、やりましたけど、今回は、まあ、稽古期間が短いということと、10年経ってリニューアルという意味も含めて、新作、題材は、夢枕先生の小説で、まあ、新歌舞伎なんですけども、形式は全くの古典歌舞伎、方式、まあ、いわゆるうちでいう、澤瀉屋の復活狂言、伊達の重役とか、小栗判官とか、ああいう古典の形式に当てはめて、作り直したいと思います。そして、やはり、陰陽師の先生のお書きになる世界っていうのは、まあ、大雑把というか、いい意味でですね、生命がいて、ドーマンがいて。だから先生もおっしゃってた、何でもいいよって、何でもできる。それが、やっぱり陰陽師の魅力。どんな、なんていうのか、一話完結じゃなくて、こう、オムニバスでいろんな話を後からこう入れて、いけるって、そこが魅力なんじゃないかっていうことを、この間の対談で、ね、言ってました。だから今回も、先生が自由にやってくださいっていうお墨付きをいただいたんで、平将門と住友将平天行の乱というね、歴史の乱あった、あそこと青年を絡ませて、作り上げたいと思ってます。ドーマンはですね、やっぱりダークヒーローとして、今回は、描いていただいてですね、なるべく出番は少なく、美味しいとこを持っていくという、ね、体力的なことは全部若手にやる。最後、血を飛ぶとこだけ出てくるという、非常に美味しい役となってます。そこは楽しみです。もう自分が演出だから、何とでもできるんでね。ただ、そのドーマンっていうのはなんかこう、愉快犯。とにかく世の中が収まってたら面白くない。なんかこう騒動を起こして、世の中がぐちゃぐちゃしてる方が楽しいっていうのは、なんとも始末に終えない、ダークヒーローとして今回描いてるんで、その辺を。面白がっていただければと思います。それぞれ見せ場を作り、それなりの技術もいるようなお役ばっかりですので、普段彼らが勉強している古典歌舞伎のがいかにみんなが学んできたかっていう、それのこう成果を見せる場所でもありますからね。つまりいかに引き出しが多いかでその造形が変わってきますから、もしその今回の陰陽師をやって、あ、自分に足りないな、ということがあったら、また、この陰陽師をやった後、古典歌舞伎で自分の足りない技術を学べばいいし、なんか、いろいろな、それぞれに発見があるような、芝居、舞台になるんではないかと思ってます。久しぶりの2部興行、コロナ禍で3部興行とか4部、初期の頃は4部制みたいになってましたけど、ようやく2部制の、公演が定着するかなという先駆けになるような公演ですので、まあ、久しぶりにこの三幕構成で、一つの芝居を見ていただくという、まあ、長丁場になりますけれども、どうか一人でも多くの方に劇場へ足を運んでいただいて、お芝居を楽しんでいただければと思っております。ぜひ、劇場にお運びください。お待ちしております。